はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は英雄になった青年ザックス、一体どこが強いのか、強みと弱みまとめてまいりました。まあ基本的に引くべきかと聞かれたら引くべきです。リーダースキル 500% がある時点で引かない理由はありません。まあそんなこんなで早速ザックスの強みと弱み紹介していきたいなと思います。まあ例によってスプレッドシートにまとめてみましたので、ザックスを見ながら紹介していきたいなと思います。それがこちら。はい、ということで、こんな感じでまとめてまいりました。まあ例によって抜けや漏れがございましたら、ぜひコメントで教えていただければなと思います。では早速やっていきましょう。まずはですね、ザックスの最大火力というところなんですが、元々の SLB の火力は 35,000 となってます。この 35,000 に先制 LB ブーストを持っておりますので、プラス1万が加算されます。でまた、このラッキースターというアビリティをプラス2まで強化することによって LB 威力加算の8000がつきます。なので最大火力は5万3000という形になってます。続いてリーダースキル 500%、 やはりなんといってもここですよね。雷というね、まあ、雷は結構幅広いかなとは思いつつも、じゃあ使えるアタッカーというと、まあ、基本的にはクラウドかなというところ、クラウドと合わせて使うのが最も火力が出ます。で、あとは FF7 のユニットのカテゴリーに関して 500% となっております。めちゃくちゃ強いね。まあもう僕持ってないんであれなんですけど、やってる方はね、もう煉獄なんて、煉獄降臨人雷の加護だったかな。あれもうクソ雑魚なめくしでしょ。めちゃくちゃ楽だよね。で、今回はまあ体験デバフ持ってますよと。これは通常の LB でも 40%、スーパー LB でも 40%、どっちも 40% の体験デバフとなっております。また、エレメンタルバーストを持っております、150% の威力アップ。最近のキャラで言うと、アルスなんかも持っているようなアビリティとなってます。続いて SLB なんですが、メイン火力は SLB になっています。ヒット数は27ヒットとなってます。これはグループ16の感覚と全く同じです。なので非常に扱いやすい LB ヒット数となっております。続いてスパトラ、むちゃくちゃ強い、強すぎるっていうぐらい強いです。シンプルな攻撃力の高さ、これですね、攻撃92というのはアクセの中では最高値になってます。で特にですね、まあ、ザックスが装備した時固定値500は重複不可ですが、92はもちろん重なりますので、複数獲得マストです。2体出た方は2体どちらにもスパム号を突っ込んでいいと僕は思ってるぐらい、めちゃくちゃ強いアクセサリーとなっております。続いて分身3回を自分に付与できるところなんですが、ここもですね、ラッキースターアビリティ覚醒をすると分身2回が3回に増えるような形になっておりますので、必ずラッキースターのアビリティ覚醒は済ませましょう。続いてモーグリパワー、これもね、地味に優秀なんですよね。なんでかというと、毎ターンの MP 回復がついてるという点と、攻撃耐性ダウンがついてる、この2つが特に重要ですね。 MP 枯渇の心配が少しでも減ると。でさらに前回のダークビジョンズアビスのような攻撃のステータスをデバフしてくる敵に対しても耐性を持つことができると、めちゃくちゃありがたいね。 BS がないので、例えばその前にも話したけど、マダムの髪飾りとかで攻撃耐性 50% 表に盛るっていう必要もなくなるっていうか、漏れないから SLB タイプだと。だからこういうアビリティがあると非常に助かるかなと思います。で続いて威力、高威力なんで14万の高威力アビリティを持ってますと、爆裂剣、これは1ヒット14万のアビリティとなってます。まあ、クラウドが持ってるインフィニットエンド、あれと似てるかなと思いました。で最後 HP バリアや食いしばり、そしてダメージカットなどの耐久力が20までというところで、味方全体に1万の HP バリア、ダメージカット 50%、 最近はその他のダメージが結構飛んでくることが多いので、こういったのが地味にありがたいかなと思います。また食いしばり持っていることによって、まあ、倒れにくいキャラクターかなと。まあ、ただ 40% 以上の時という制限付きになってますので、ここだけ気をつけていただければなと思います。まあ、あとは特に触れませんでしたが、エンサンダガを持っていたり、3属性に対応できたり、3属性のデバフができたりと、グループ1と16必要なアビリティは持っているのかなと思いました。で続いてマイナス面で言うと、やはり2突前提というところ、2突しないと先制オールキラーが使えない、あとは、こちらエレメンタルバーストが使えないというところがあるので、この子のメイン火力を出すには、2突以上が必須となってきますので、やはりここが一番のネックかなと思いました。でまた LB の火力がやや控えめと書いたんですが、まあこれはスーパー LB アタッカーにはどうしても付きまとってくるものなのかなと思ってます。
SLB が使えるまでは通常の LB を使ったりとか、 SLB が使えるようになるまでターンを待つといったような動きになるんですが、元々の LB 火力が2万5000しかないんですよね。で、先制 LB ブーストとかラッキースターの核、8000を入れて、まあ、ようやくね高火力になるんですが、まあこう煉獄降臨みたいな長期戦になってきてしまうと、なかなかねその通常の LB の、通常の LB で殴っていくっていうような形が取りづらくなってくるのかなと思いました。まあクラウドのような BS タイプだと裏は最低でも3万が保証されていたりとか、まあそういったね工夫があると、まあ、あとはクラウドの場合は、まあクラウドでやっぱ比べちゃうよね、どうしても最高火力の雷アタッカーといえばクラウドなので、でクラウドとかで言うと、まあ、あのなんだっけな、属性雷で4ターンの間威力7000だか7000か上げられるので、まあ、最低でもこう4万弱ぐらいの火力が保証されてるユニットになってくるのかなと思ってますので、まあ、そういったところでね火力差というのが、まあ、出てくるようなユニットになってくるのかなと思っております。というのが、まあ、ザックスの強いてあげるならの弱みかなと思います。まあ、1番は2突だね。あーなんかちょっと消えちゃった。1番はこの2突っていうところかなと思います。これ以外は、まあ、ぶっちゃけ気になるようなものはないかなと思いました。 MP もさっき言った回復があったりとか 8% の回復持っているので、そこまで MP 枯渇に悩むこともないのかなと思いました。武具のパッシブに関しても、まあ、攻撃 200% LB 150% 両手 200% あって、まあ、LB が若干低いかなとか思ったぐらいで、まあ、ただ最近ね固有 VC だったりとかナイツのカードとか結構増えてきたと、そんなことはないか。まあ、LB に関しては、まあ、アクセサリーで漏れたりとか、アビリティでも漏れるようなものが増えてきたので、そこまで苦にならないのかなと感じております。というのが、今回のザックスの強みと弱みかなと思います。皆さんが思う強み、弱みございましたら、ぜひコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃ、またねー。